9月22日火曜日の山陽新聞ニュースです。サッカー中学生年代の岡山県王者をかけた山陽新聞カップ第29回県ユース選手権大会最終日は21日岡山市のシティライトスタジアムで行われ決勝は J フィールド岡山がビパルテに3対2でセリ勝ち2年連続2度目の優勝を果たしました。3位決定戦は アバンサールが、ハジャスを3対1で下しました。津山市阿波地域にある、古民家のかやぶき屋根の吹き替え体験会が21日、開かれました。これは、阿波地域の活性化に取り組む、一般社団法人が企画したもので、1861年に建てられた自宅の屋根を、およそ20年ぶりに吹き替える大塚明則さんの協力を得て開きました。 岡山県内の親子連れらおよそ30人が、作業を通し、農産村の伝統的な暮らしへの理解を深めました。笠岡市在住の狂言師、田谷駿さんが主催する、田谷狂言会による、薬病退散祈願狂言会が21日、岡山市の幸楽園の舞台で開かれました。大倉流狂言師の茂山千五郎さんや、田谷さんら10人によって、 鬼や月物退治にちなんだ3曲が披露され、およそ90人の観客が出演者と一緒に一日も早い新型コロナウイルス収束を願いました。続いて天気予報です。9月22日は岡山県南部、北部ともに晴れ、夕方から曇りでしょう。岡山県南部の最低気温は17度。 最高気温は30度でしょう。岡山県北部の最低気温は14度、最高気温は29度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%、岡山県北部午前0%、午後0%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。